えっと、私は結婚は愛している者同士でするということに執着が強く一般的に女性であれば男性の年収それを餌に婚活する男性の関係で恋愛恋愛婚し夫婦として続けられるように思えません子供じみた理想論だと思いますが愛妻家である肥料さんの見解をお聞かせてくださいまあ単なるシステムですからねそのなんか例えば家同士の結婚っていうのがあるじゃないですかまあその 家柄同士でもう親御さんたちが勝手に結婚相手決めちゃってて、本人の意思は関係ありませんみたいなのとか。なのでその、愛情を持って結婚するという文化って、多分日本って戦後ぐらいから始まったと思うんですよね。なので、その、日本自体がその愛情を持ってる同士が結婚するという文化はだいぶ短いと思うんですよ。言っちゃうんですけど、愛情って基本幻想なんですよね。その、 まあ、今の場合、その血が繋がってるかどうかっていうのは DNA とかで多少調べれるようになったんですけど、昔その DNA 検査みたいなかったので、もう自分の子供だと思って育ててたけど、なんとなくこいつ似てねえなみたいなのが結構いっぱいあったんですよ。でも別になんか、まあ、その親だっていう愛情だったり、その自分の子供だって愛情だったり、兄弟だって愛情っていうのが結構あったりするじゃないですか。あとその、 異母兄弟とか異父兄弟とかあとその連れ子っていう形の兄弟っていうその全く血がつながってない兄弟っていうのも世の中にすごいいっぱいいるんですけどでも別にみんな仲良くしてるんですよ。で逆にあの血がつながっててめっちゃ揉めてる家族とか兄弟とかっていうのもいっぱいいるわけじゃないですか。まあ、あの血が繋がってる人同士で殺し合うみたいうのがあるのでその愛情というのはそもそも幻想だよねっていうふうに思ってたりします。はい <music>